はい、どうもガブリエルです。今日はですね、坂東橋来ております。ここから約まあ、6分ぐらいですかね。徒歩で6分ぐらいで、あの鈴木屋さんのあけぼの頂点、こちらにお伺いしたいと思います。そうですね、あの上星川の鈴木屋さんの本店から、2016年に2店舗目として、進出されたということで、この近くにはですね、かなり、ラーメンの、いいお店が多くて、激戦区というふうになっておりますが、私自身もあの上星川には行ったことがありまして、今回どんな味なのかなというのをちょっと食べてみたいと思います。で、行ってみましょう。 GO!ラーメン鈴木屋さん、あけぼの頂点さん、
食べさせていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。本当にもうめちゃくちゃうまかったです。やはりあの、まあ、本牧屋さんのご出身で、上星川に本店がある鈴木屋さんで、あけぼの頂点、こちらラーメン激戦区なんですけど、あの、まあ、穴場って言ってもちょっと失礼かもしれないですけど、穴場的なむちゃくちゃいいラーメン屋です。スープの当然炊き方が本牧屋形式ということで、一つメインの寸胴があって、横に、まあ、お湯を突き足していくという章ですけども、やはりその豚骨の量を感じましたよね。もうコク深いのは当たり前で、でその何て言うんですかね、質ですよね。やっぱりスープの質がもう何て言うんですかね、癖もなくで濃すぎずっていう、もう絶妙なところ、むちゃくちゃうまかったですね。でそこで当然その鶏の血湯であったりの部分、鶏の部分っていうのもちょっとこうまろやかにしてる、なんですかね、豚骨だけが先行しない、その豚骨をこう丸くする役割をその鶏がしっかりやっている、バランスガタって言われるのはそこだと思うんですよね。飲み応え抜群ですし、スープどんどん飲んじゃって、最後の方スープがなくなってしまうぐらい、飲んでしまいました。でチャーシューもこの肩ロースがしっとりして、もうなんていうんですかね、もう本当にもう口の中でとろけるような、そういうチャーシューでした。なので、まあ、チャーシュー麺がやはりおすすめでありますし、堺製麺をね、みんな大好き堺製麺も、本当に安定のうまさで、まあ、僕固めにしたんですけど、やっぱり美味しいですね。でさらにほうれん草増しにして、でネギを増し、この薬味がまたいいアシストをして、ネギなんか本当にめちゃくちゃうまかったです。鼻にツンとこう抜けていく香り、最高でしたね。でご飯も、ご飯プラス、たくあんがついてくるのがやはり特徴で、そのたくあんが甘い感じで、こう口の中がまじょっぱい感じになったのをちょっとたくあんで和らげてくれるような、そういう役割をしてるんだなっていうふうに思いました。むちゃくちゃうまかったです。ぜひ皆さん来てほしいですね。ありがとうございました。こっち見て、おい、ダメ。